イソーさんのストレートコームとクリップブラシ、どっちが癖が伸ばしやすいでしょうか。はい、どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、もう先ほど冒頭にも伝えたんですけど、ダイソーさんで売ってるこのストレートコーン、あとクリップブラシ、これをねちょっとこの前購入したんですよね。で、買った時にどっちの方が癖が伸ばしやすいか、このストレートコーンがね、こう今こうカチャッと挟むんですけど、こっちの方がストレートが伸ばしやすいのか、はたまたこのクリップブラシ、これこうクリップタイプでこうなってるんですけど、これで挟んで伸ばす方が綺麗に伸びるのかっていうことを、ちょっとね個人的にまあ美容師の観点からね見ていきたいと思いますので、多分ねこの商品ダイソーさんに行かれたら皆さん見たことあるかなと思うんですけど、どっちが私に合うかっていうこととかっていうのがね、多分わからない方も多いかなと思いますので、ぜひ今日はこれを検証していきたいと思います。はい、ということで、今日もね、お人形さんで検証していきたいと思います。まず、使っていくのがこのクリップブラシ、まあ、さっきもちょっとお伝えしたんですけど、ここで髪の毛を挟んで、このブラシ部分で髪の毛を引っ掛けて癖を伸ばす、こんな感じになってると思います。で、この持ち手の部分もゴムになってるので、しっかりと持ちやすく滑りにくくなってるかな。で、最後にここのねお尻の部分にこういう風なねテールみたいなのがあります。これ何に使うかって言ったら、分け目を取る時に使うテールになってるかなと思うんで、この、ね、後ろにこうガチャッとセッティングして、ここで分け目を取る、こんな感じになってます。もう一個がストレートコーン、もうこれは単純にもうこのままガチャッと挟んで、そのまま、ブローをしていくっていう感じになっているので、使い方としてはこれが一番シンプルで使いやすいかなと思います。実際にこの両方を使ってどっちが癖が伸びやすいかっていうのをね、検証していきたいと思うので、お人形さんでね、こっちから、半分に関してはクリップブラシで、反対側に関しては、ストレートコーンでやっていきたいと思います。では早速やっていきます。まずはちょっとブロッキング、だいたいねここの毛束の取る幅なんですけど、まあ3センチ幅ぐらいでだいたいブロッキングは取ってますわけで、クリップブラシで髪の毛を挟んでいくんですけど、一番最初にこう挟んでそのままじゃなくて、一回こう滑らした方がいいです、毛先まで。で、こう滑らして毛先の絡まりみたいなのがしっかり取れてる状態でブローをするとすごく綺麗になります。じゃあ実際にやっていきます。根元の方から挟んで、でもその時にもこのレバーはもう外しておいてください。ちょっとだけクッと手首を返すみたいな感じでやってあげると引っ張られる状態になるかなと思うので、この状態でやっていきます。結構すごくないですか？だいぶ結構綺麗になりました。で、個人的に多分これ結構このブラシのあれで引っかかるかなと思うので、まあまあ癖が強い方でも伸ばしやすいかなと思います。どんどんやっていきますね。2段目もだいぶ綺麗に伸びてます。じゃあ最後の3段目いきます。これ今サイド終わった状態なんですけど、だいぶ綺麗になってませんか？で、ちょっと今思ったんですけど、こう、表面の部分に関しては、さっき言ってたようにね、こう一回通してからやった方がいいですよって言ったんですけど、もうまずはこっちでダイレクトに溶かした方が、表面に関しては綺麗になるかなと思うので、その溶かした状態で挟んでやってあげるといいかなと思います。じゃあ後ろの部分もね、やっていきます。このぐらいの癖だったら結構簡単に伸びそうなんで、しっかりやっていきます。はい、これで全体的に入れ終わりました。だいぶ結構綺麗に伸びてませんか？ツヤもしっかりと出て、で、ドライヤーのこう当ててる時間なんですけど、まぁ、ちょっとゆっくりめにやってあげると綺麗に癖が伸びてくれるかなと思うので、クリップブラシに関してはこのぐらいの仕上がりになってます。じゃあ反対側はストレートコームを使っていきたいと思います。じゃあストレートコームを使っていきます。まずね、同じようにブロッキング、分け目を取りますね。同じぐらいで、ここが3センチ幅ぐらいで取り分けて、サイドの部分からやっていきます。同じようにこう櫛で
一回溶かす。で、こう根元の方から溶かして引っかかってたら、ちょっとね、切れ毛の原因になるんで、なるべく引っかかりやすい人に関しては、毛先の方から溶かしてあげる。そうすると、切れ毛が少ない状態になります。では、早速、ブローをしていきます。どうですかね。これもまあまあ綺麗に伸びるかなと思います。個人的にはこの挟む方が持ちやすいという方も結構いらっしゃるかなと思うんで、もう挟んでまあまあこれでもこうテンションとか引っかかりが出るんで、まあ伸ばしやすいかなと思います。ちょっとどんどん上までやっていきます。今サイドの部分が入れ終わったんですけど、そんなにクリップブラシとこのストレートコーム仕上がりはそんなに変わんないかなと思うぐらい結構しっかりと伸びてます。じゃあ後ろもどんどんやっていきます。はい、こんな感じでね、反対サイドもストレートコームでちょっとブローした状態なんですけど、結構自然な感じですよね。癖も結構綺麗に伸びるし、個人的にはこれもこれで扱いやすいかなと思います。はい、ということで、クリップブラシとストレートコームのレビュー、まあ使ってみた感想をちょっと言うと、こっちの、クリップブラシ、に関しては、まあ、両方ね、ぶっちゃけ、癖はかなり伸びるかなと思うんですけど、こっちの特徴的に、やっぱこう、熱伝導というか、こう、中がアルミになってるんですよね。鉄の状態になってるんで、ここに、熱を当てることによって、髪全体に熱が行き渡るっていう感じになります。理論上で言うと、こっちの方が、挟んだ髪の毛を全部綺麗にブローできるかなって、個人的に思います。まあ、美容師の観点からですけど。で、逆にこっちに関しては、挟んでしっかりと癖は伸ばしてくれるんですけど、このプラスチックの状態なんで、どちらかというと挟んでドライヤーを当ててる表面にしか熱が当たらない可能性があるんで、癖が強い方に関してはこっちの方がぶっちゃけ伸びるかなって個人的な見解ですけど思います。ちょっと弱めの癖に関してはこっちでも全然問題ないかなと思うので、僕個人的な考えは癖が強い人はこっちっていう感じです。で、あと特徴的にやっぱりこういう風にこうブラシタイプになっているので、毛先をカールをさせる、ストレートにするんじゃなくて毛先だけをこうワンカールにさせるに関しては、こっちの方が使いやすいかなと思います。ストレートコームに関しては本当にストレートに伸ばす。使いやすい方に関してはやっぱ短い髪の毛の方だったら挟んでそのまますっと癖を伸ばせるという状態で、短い方に関してはこっち、長めの方に関してはこっちの方が使いやすいかなと思います。結論で言うとどっちもかなり癖は伸びます。なので、まあその長さによってスタイルによって使い分けていただければなと思うので、ぜひ気になってた方参考にしてみてください。この動画が良かったらグッドボタンとあとチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。